海上自衛隊護衛艦の2番艦加賀が改修工事に入っており、戦闘機 F-35B を艦載するための甲板や格納庫の改修が進んでいるみたいだよ。エンジン排気熱は千数百度に達するらしいからな。十分に対応できるように設備を整えておかないとね。さて今回は護衛艦加賀や出雲での F-35B 戦闘機運用について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の海上自衛隊に2022年現在、就役中の艦艇中で最大の規模を誇るのが、複数のヘリコプターを搭載できる護衛艦出雲型の1番艦出雲、2番艦加賀の両艦で、敵の潜水艦、水上艦艇、航空機による脅威に対処する能力を備えており、防衛に重要な役割を担っていて、海外メディアでは艦首はヘリ空母として扱っているよ。世界の海軍でコルベット小規模の軍艦と呼ばれるような大きさの艦艇から、こうした出雲型のような艦艇までを総括して海上自衛隊では護衛艦と呼んでいるんだけど、出雲型には DDH という艦首記号がついているんだ。DDH について詳しく、DDH は海上自衛隊においてヘリコプター搭載型の護衛艦を指し示す艦首記号で、イージス護衛艦は DDG、汎用護衛艦は DD、最新鋭の最上型は FFM などその艦艇の用途と性格を表す英語表記に準じて付けられた記号だと考えられるよ。太平洋戦争後、日本の自衛隊は軍隊ではなく自衛のための最低限の実力を備えた組織としており、攻撃的な兵器兵装を自衛隊が保有することは政治的にも、それを良しとしてこなかった経緯があるんだ。これまでの憲法の解釈から攻撃的な兵器とは、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦がその代表例とされてきたため、海上自衛隊は木津隊以来、航空母艦を保有することを検討してきたが、これには絶えず政治的な反対があり、世論の反発を考慮して大型空母の保有を見合わせてきたぜ。とはいえ、1970から1980年代でもヘリ空母の必要性は認識されていたが、やはり政治的な判断で見送られていたな。現在、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているものの、防衛に用いる航空母艦であれば憲法や自衛隊の理念には反さないという日本政府の見解で、正直なところ複雑ってわけ。しかし出雲型護衛艦2隻に出雲をほぼ原型のまま活用し、垂直離着陸できる固定翼機である F-35 ライトニング2B 型を艦載機とする改修を施すことは、ついに実現した海上自衛隊の航空母艦化。まあこれまでの経緯を踏まえればここまで踏み込むことができたことは時代の変遷と言えるんじゃないかな。出雲型護衛艦の登場が二昔ほど以前であれば、その航空母艦化を問題視する風潮は今よりはるかに大きく、マスメディアや野党から大きな議論を呼んだ可能性が高かっただろうしな。出雲型護衛艦の航空母艦化がそうした言説によって妨げられなかったのは、近年の日本の置かれた安全保障環境が尖閣諸島をはじめとする南西諸島への中国の進出に対し、多くの国民が危機意識を抱いていることの表れだと言えるかもしれないね。中国への危機感を国民も持ち始めたのは良いことだよね。1991年に自ら崩壊するまでの間、旧ソ連邦は日本の最大の仮想敵国であり続け、この崩壊で長年続いた冷戦構造に終わりが訪れたかと思いきや、近年、中国の軍事力強化により海洋進出が著しく、日本にとって新たな脅威となったんだ。中国海軍は公海東シナ海南シナ海、日本海と活動範囲を広げており、中国海軍初の航空母艦が2012年に1隻目の遼寧が就役し、それを皮切りに中国初の国産航空母艦を2019年に2隻目の山東を就役させていて、これに加え、初のカタパルト搭載の航空母艦を今年2022年に3隻目の福建も進水させているよ。実戦配備された正規の航空母艦は3トン1隻のみだが、すでに練習用の航空母艦として運用が続けられている遼寧も西太平洋に進出して軍事演習を行うことが可能なまでになっているぜ。このような中国海軍による海洋進出への危機感が実際に有事となり南西諸島への攻撃があった場合、
沖縄の那覇にしか使用可能な滑走路を確保できていない自衛隊としては F-35B を搭載した空母配備すれば、素早い対応が可能になり、抑止力の強化になると言えるよね。日本では中国軍の脅威に対して陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイル部隊を石垣島や宮古島へと配備を進めたり、有事に対応する水陸機動団を進編するなど南西諸島方面の防衛力整備を図っていて、ヘリコプター護衛艦出雲型の空母化もこうした動きの中で浮上してきたものだよ。アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機とである F-35 ライトニング通波、短距離離陸垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでいたため、出雲型の航空母艦化を具体化させたと言えるだろうな。この艦載機 STOVL 短距離離陸垂直着陸 F-35 ライトニング2 B 型を現状で総数で、42機調達する計画が予定されており、通常時には宮崎県のニュータバル基地に駐機される予定の同機は、必要に応じて航空母艦化された出雲型に艦載されるとのことで、2024年度からの配備が予定されているんだ。出雲型護衛艦は1番艦の出雲から先に航空母艦化の改修工事が始まっており、こちらは2020年3月から2021年6月までに改修の第1弾を終え、10月には米海兵隊の F-35B を発着艦させる検証を終えているよ。出雲の第1段階の改修工事は艦形を変えるものではなく、これまで回転翼機のみを運用する仕様となっていた本艦を艦載機となる、垂直着陸可能な F-35 ライトニング 2B 型が着艦するときに下方へ噴出する千数百度にもなると言われる、エンジン排気熱から飛行甲板を保護するための耐熱強化を中心とした改修工事のほか、電源設備の設置などのインフラ整備を整えた工事が行われ、甲板にはアメリカ海軍の規定に準拠した F-35B 離着陸用の黄色のセンターラインが引かれるなど、外見の変化が見られたね。これに加えて出雲では F-35 ライトニング2を全天候の環境下でも安全に着艦させるための誘導装置の搭載も行われており、これらの改修工事を終えた出雲は現在、通常の任務を行っているな。その他、出雲の第2段階の改修工事は2024年度末から行われると見られており、そこで艦を上空から見ると先端が細く絞られた形式の台形状の飛行甲板は、スクエアな四角形状の形状へと拡幅される艦首形状の変更工事が決まっているよ。現状、基本的に垂直離陸着陸のみを行う回転翼機では不要であった拡幅後の滑走スペースを、短距離離陸が必要となる F-35 ライトニング 2B 用に確保するために、この飛行甲板の拡幅工事を行い、その運用効率の向上が目的とされていて、2回目は2026年度中に終了すると見込んでいるんだ。出雲型護衛艦の航空母艦化が検討された際には、イギリスの航空母艦で同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするクイーンエリザベス級のように、艦首にスキージャンプ式の勾配の導入なども検討されていたが、実際には必要最低限の改修となったな。しかし、出雲型は設計段階から将来の F-35B の搭載の可能性を考え、エレベーターのサイズなどを決定しており、そのためエレベーターの改修のような大工事は必要ないものとなっているよ。一方、2番艦の加賀は2022年3月より軽空母化に向けての1回目の改修工事に入っており、出雲の1回目と同様の短距離離陸と垂直着陸が可能なステルス戦闘機 F-35B を搭載するための改修工事に加えて、出雲に先駆けて艦首形状を四角形に変更する先端の拡幅工事が2023年度まで行われる予定だね。加賀の2回目の改修工事は2026年度から2027年度に行われる予定されており、これには先行して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の強襲揚陸艦等の実績をもとに、少しでも運用効率の向上を図る区画とする目的があるようで、戦後初の固定翼機 F-35B の運用に細心の注意を払っていると思われるよ。出雲型は基準排水量1万9500トン、満載排水量2万6000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m の艦体を持つとはいえ、
航空母艦と呼ぶには F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は10機前後と決して多い台数ではないと言えるんだ。出雲型護衛艦が中国海軍の潜水艦の活動を食い止めるために、現在の海上自衛隊艦艇の中で最も多く対潜哨戒能力としての回転翼機を一度に運用可能な艦艇であることからすれば、その航空母艦化は手放しでは喜べない反面、周囲を海に囲まれた日本としては、これにより一隻で空母と対潜水艦船が主の護衛艦という2つの機能を合わせ持ち、洋上に F-35B やオスプレイ、哨戒ヘリコプターなどを運用できる航空母艦化した護衛艦を保有することは大きなメリットとなるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。